EJ25 は、スバルが生産していた、排気量 2457cc の水平対向、4気筒エンジンである。2代目レガシーに初めて搭載された。北米市場では、トライベッカを除く全車種に搭載される主力エンジンとなっていた。2021年現在、スバルの2.5リットルエンジンは、ターボモデルを除いて EJ25 から、 後継の FB25 に置き換えられている。EJ 型シリーズの核となる EJ20 に対して、ピストン内径を 7.5mm、工程を 4mm 拡大した EJ シリーズ、最大排気量のエンジン。過去には、DOHC 自然吸気エンジンも存在したが、現在では、サイチェシーは、な、DOHC には、ターボの組み合わせである。なお、 低回転域のトルクが重視される北米市場ではこの EJ25 がスバルの主力4気筒エンジンであった2.5リットル級の4気筒エンジンは主運動系の慣性力が大きいため直列エンジンではバランスシャフトを用いて振動を抑えるのが普通であるこれに対し EJ25 は理論上ピストン系往復質量による不平行管勢力が生じないという 水平対向エンジンの特性により、バランスシャフトという追加装置なしでも、大きな振動を発生しないことが強みである。サイチェシーエンジンは専用の導弁形を使用し、内径の拡大に合わせて、バルブピッチも拡大している。しかし、初期の DOHC エンジンは EJ24 をベースとしたシリンダーヘッドを使用していた。現在でも燃焼室形状を除いて、バルブ系。 バルブピッチなどのレイアウトは EJ20 と全く同じになっている。e j 2 5好みに採用されている技術としてアイアベルズがある。これはホンダノビテックと似た機構により可変バルブリフトを実現するシステムである。ロッカーアームを持つサイチェシーエンジンの吸気側にのみ採用されている。アイアベルズは低回転域では片側の吸気バルブを 低リフトで開くことで流速の大きなスワールを発生し、中高回転域では両方の吸気バルブを大きくリフトさせ、充填効率を上げることで低回転のトルクと高回転での伸びを両立している。また、低回転ではバルブリフトが低いためカムシャフト特動トルクが減少し、燃費向上につながっている。なお、この機構はトヨタ系同弁系部品メーカーのオティックス製である。 EJ25 は、同弁系の際、ターボチャージャーの有無などにより多くのタイプが存在する。日本国内市場では、1994年1月から EJ25D が宣伝され、1994年10月から 250T モデルの2代目レガシー、その後レガシーグランドワゴン、ランカスターに搭載された。基本設計は、米国市場の油圧式 EJ25D と同じで、 油圧タペットを採用していたが圧縮比は9.5、1であった。シリンダーヘッドは EJ20DOHC 用のものを流用している。そのためシリンダーヘッドの燃焼室形状は EJ20 の内径 92.0mm に収まる形状になっている。この HLA ヘッドはやや半球型の燃焼室形状を持っていた。このエンジンは 1996年半ばに BG9 バイト型の導入とともにフェースリフトされ圧縮比を10.71に高めソリッドリフターを採用したソリッドリフターヘッドはクローバー用型の燃焼室を持つ2バージョンとも使用燃料は無塩プレミアムガソリンである米国国内市場で販売された EJ25D にも日本市場と同様に2つの バリエーションがあった。EJ25D は1996年にレガシー 2.5GT LSE レガシーアウトバックに搭載された。このエンジンは HLA ヘッドを採用し、オクタン価91の燃料を推奨していたが、1997年から1999年にかけての EJ25D に比べて出力とトルクが低く、 オートマチックトランスミッションのみの設定だった。1997年には HLA ではなくシム付きバケットリフターを採用したヘッドオクタン価87の燃料対応、マニュアルまたはオートマチックトランスミッションを搭載した改良型エンジンが登場した。DOHC のバルブ構造のため、サイチェシーに比べて点火プラグのメンテナンスが困難である。そのため、 DOHC エンジンには、発金プラグが採用され、点火プラグの寿命は8万マイルに延長された。EJ25D は、フェーズ1の EJ25、オフセットグラインドクランクシャフトの設計により、同年の EJ22 や、ロッドジャーナルを使用するエンジンと比較して、より小さなロッドジャーナルを使用している。また、1999年のアウトバックに、搭載された、 EJ25D は1年限りのファクトリーハイブリッドでフェーズ2のケースハーフと8ボルトベルハウジングを使用しフェーズ2のクランクシャフトとロッドジャーナル付きのロッドを使用しているが同じ圧縮比を維持するために1997年から1998年の使用と同じピストンを使用している1996年式 EJ25D では 1997から1999年式とは異なるピストンが使用されており、1997から1999年式 EJ25D ヘッドと組み合わせた場合、圧縮比が大幅に向上している。搭載車種水平対向4気筒 EJ251、EJ251 サイチェシーエンジンは、富士重工業が 米国市場向けに開発したサイチェシーエンジンの最初のバージョンである。EJ251 はすぐにヘッドガスケットの寿命を伸ばすために冷却性能を向上させたことやエンジンマネージメントやセンサーを改良した EJ253 によって多くのモデルで置き換えられた。EJ251 では EJ25D で採用された炭素のコーティングガスケットを使用していたため、 ヘッドガスケットが破損して内部の溝が開いたり外部への液体の漏れが頻発した EJ253 ではマップセンサーを使用していたが EJ251 ではマップセンサーを使用して吸気量を算出している圧縮比は11。出力 ISO123kW 5600rpm 最大トルク226マルメートル 4400rpm 搭載車種、サイチェ CEJ252 は、北米では2000年、2001年モデルのユスデム、レガシーアウトバックに EJ251 と並んで一時的に採用された。1999年末までに製造された2000、モデル年式、レガシーアウトバックに多く搭載されているが、2000年に製造された2000モデル年式、 レガシーアウトバックの車両識別番号には EJ252 のコードはほとんど記載されていない。スバルは EJ251 と EJ252 の違いを明確にしていないが EJ252 はサイチェシー EJ エンジンが北米に導入された当初カリフォルニア州のハイガス規制に対応するために EJ251 を改良して作られたものであるという情報がある。 出力は ISO115kW とされているが、ほぼ同型の EJ251 と同じスペックではないかと推測されている。非公式な分析によると EJ251 は EJ252 とブロック、カム、ヘッド、ピストン、コンロッドを共有している。唯一の顕著な違いは、マップセンサーの位置とエッグ部の位置の違いに対応するため、 インテークマニホールドとスロットルボディの設計が異なる点である。また、カムとクランクのスプロケットのリトラクタの形状も異なる。搭載車種 EJ253 はオープンデッキデザインを採用している。搭載車種サイチェシーオーソドックスなシーソー式、ロッカーアームを持つサイチェシーエンジンである。日本国外向けを中心に多くの車種に搭載されたが、 現在はすべて工術のアヤベルズ付きのエンジンに切り替わっている。日本国内では4代目、レガシーのアウトバックに初搭載された。圧縮比は10.01で、最高出力 121kW 5600rpm、最高トルクは 226NmNm 4400rpm。EJ251 がマップセンサーで調整していたのに対し、 マフセンサーで、吸気量を調整している。使用燃料は、無塩レギュラーガソリンである。サイチェシーアイアベルズ蒸気サイチェシーエンジンに、可変バルブリフト機構アイアベルズを追加したエンジン。シーアで生産された、北米向けレガシーシリーズに初搭載され、インプレッサエー、シーが、ホレスターにも展開された。現在は、すべての EJ25 サイチェシーエンジンが、 このアイアベルズ付きとなっている。日本国内では2006年のマイナーチェンジで4代目、レガシーのアウトバックに搭載された。圧縮比は10.01で、最高出力は 130kW6000rpm、最大トルクは 229nm4400rpm。2007年にはツーリングワゴン B4 にも拡大展開された。 サイチェシープセブプセブ搭載の2007年モデル以降は、最高出力 ISO173HP 5600rpm、最高トルク 225nm 4000rpm。圧縮比は10.01。EJ254 は 2.5LDOHC アベックスエンジンである。1998年にフルモデルチェンジした3代目、レガシーに搭載された。 EJ204 と共に、旧機カムシャフトには、連続可変バルブタイミング機構である、ABEX が EJ に初搭載された。シリンダーヘッドは、EJ204 用のものを流用している。1998年から2001年、DOHC、圧縮比10.7、1、最高出力 165HP、6000RPM、最大トルク 235NM、2800、 RPM。2001年のマイナーチェンジで、吸気システムレイアウトの改良などにより、最高出力は 168HP、6000RPM に、最大トルクは 238NM、2800RPM に上昇した。搭載車種、吸気カムシャフトに、a ッ e x を搭載した、DOHC16 バルブターボエンジン、ナトリウム風入バルブ仕様。2003年、 北米向けフォレスターに初めて搭載された。その後、欧州市場のインプレッサ、南アフリカ市場のレガシー、欧州市場のリバティに展開された。日本国内向けでは2004年に2代目フォレスターへ追加された ST バージョンに初搭載された。圧縮比は8.21。最高出力は1 5 4 1 9 5ット 5600rpm。 最大トルクは3 8 5ォース m 3600rpm。シリンダーブロックは、インプレッサ WRXST の EJ20 と同様に、セミクローズドデッキを採用し、ジャーナル高さアップを施され、強度の向上を実現している。また、後端の5番ジャーナルには、鉄系金属材をいこみ、強度向上と振動、騒音の低減を図っている。なお、 この5番ジャーナルへの処理は同年フルモデルチェンジされた、レガシーシリーズのシリンダーブロックにも施されている。搭載車種、搭載車種、EJ257 エンジン搭載車種、DOHC アベックスターボ北米向け、インプレッサ WRXST に搭載された EJ257 は、スワル車として初めて 300PS を達成した。 DOHC4 バルブマイシリンダー連続複数ポート燃料噴射ターボによる燃料供給 EJ25 の STI バージョンであり2004年に北米インプレッサ STI 用に設計されシングルアベックスとドライブバイワイヤーが搭載された2004年から2007年の STI モデルは2005年から2006モデル年のレガシー GT の EJ255 と 同じショートブロック B25 ヘッド同弁装置を使用し2004年から2005年のフォレスター XT と同じブロックを使用したその後のモデルではブロックピストンヘッドが変更されている特筆すべきは改良されたデュアルアベックス W25 シリンダーヘッドの採用とシリンダーブロックのデザインの改善である2019モデル年では ピストンの設計を見直して強度を向上させ、同弁装置全般を改良するとともに、駅とエンジンプログラムを一新した。このエンジンは、レッドラインが 6700rpm と WRXEJ255 型よりも上がっている。排気ガス性能向上のために、エアシステムを搭載した EJ25 アベックス付きターボエンジンは、 インターナショナルエンジンオブザイヤーの2.0から2.5リットルクラスのベストエンジンを2回受賞している。このエンジンも海外モデル専用エンジンだったが、2008年に限定車として設定されたレガシーアウトバック 2.5XT に搭載された。このエンジンの圧縮比は8.4で、最高出力は 265PS5600rpm。 最大トルクは3 5 7ォース m 2400rpm であった。2008年には、このエンジンをベースに登場排気系、専用ツインスクロールターボなどを採用し、エンジン本体系も改良された専用エンジンが4代目、レガシーをベースに STI が製作したコンプリートカー S402 に搭載された。圧縮比は8.6で、 最高出力は 285PS5600rpm。最大トルクは4 0 0 k g ォ m 2 0 0 0から 4800rpm であった。DOHC デュアルアベックスターボ9ハイカムシャフトにアベックスを適用した DOHC デュアルアベックスターボエンジン。2008年に登場した3代目インプレッサ WRXSTI で初めて採用された。 海外モデルで採用された後、国内には、インプレッサ WRXSTIA、ラインとして初導入。圧縮比は8.2で、最高出力は 300PS、6200rpm、最大トルクは 35.7kgfm、2800から 6000rpm。このエンジンもシングルアベックスターボと同じく2次、エアシステムを搭載している。なお、 このエンジンは国内向け WRXSTI の EJ20 と違い、当庁排気系とツインスクロールターボは採用していない。5代目レガシーにもデュアルアベックス搭載のターボエンジンが搭載された。直下ターボの採用など排気系のレイアウトを大きく変えることで排気ガス性能を向上させ2次エアシステムを廃止した。圧縮比は9.5で、 最高出力は 285PS、6000rpm。最大トルクは 35.7kgfm、2000から 5600rpm である。搭載車種、2004レガシー、レガシー GT、レガシーアウトバック。ありがとうございます。